これも修行ですよね。いってらっしゃい。私急いでるんで。好きです。は？好きです。付き合ってください。アスカちゃん、お昼食べないの？なんかあったの？いや、その、知らない男の子に告白されちゃって。詳しく話しな。ひばり、驚きです。男か。私も興味があります。話から察するに、そのお相手は他校の野球部の生徒というところでしょうか。将来はメジャーリーガーかよ。アスカ、こりゃいい物件を手に入れたな。そうなの？そうだよ。アスカが女子アナか芸能人にならないと彼と釣り合い取れなくなるぞ。野球って、あの速い球を打つ、あれのこと？プロ野球選手は忍びをやっても一流になれるほどのアスリートです。すごい！野球選手は手裏剣を刀で打ち返すこともできるんだね。
それでどうするのですか。どうするって言われても、俺たちは忍びだ。それを忘れるな。わかってるって、それぐらい。こんなところに。それはこっちのセリフなんだけど、まさかあなたストーカー？打撃練習をしていて、その球拾いをしていたんです。一人で？はい、自主トレですから。人より多く練習したいんです。俺にとって野球は特別だから。俺は鈴木って言います。 あなたの名前を聞いていいですか。鈴木くん、名前も知らない相手に告白したの？いや、それは俺、一目惚れに近かったもので。私はアスカ、よろしくね。アスカさん、こんなこと言うのもあれなんですが、もしよかったらこの間の返事を。この間の返事？俺と付き合ってもらえますか？なんて困りますよね。そんなことを知らないやつに言われても。だから俺のことを知ってくれると嬉しいです。週末に試合があります。もしよかったら見に来てくれませんか。
ちっちゃん。おお、アスカか。真面目にやってるか。半蔵様、ご無沙汰しております。よせよせ、キリア。わしはもう引退した身じゃ。急にどうしたの、じっちゃん。みんなに昼飯をごちそうしようと思ってな。やったー、お寿司だお寿司だ。おい、お待ち。じっちゃん特製の太巻きだ。ほら、アスカ、みんなに配れ。とても美味しそうです。ぶっといけど、一口でいくか。いただきます。うん、うまい。最近色恋にかまけておるらしいな。色でも恋でもないよ。アスカ、お前は両親の馴れ初めについて聞いたことはあるか。じっちゃんはどうしてお父さんとお母さんの仲を許したの？お前のお父さんは弁護士の夢を捨て、わしと一緒に寿司屋をやると言い出したんだ。愛する人と添い遂げるためなら夢も金も地位もいらない。お前のお父さんはそう言ったんじゃ。そこまで言われたら結婚を反対するわけにもいかないじゃろ。それでお前の相手はどんな男なんじゃ。だから相手じゃないって。でもどんな男の子っていうのなら、なんか私と似ている人かな。アスカ、
好きになることはいい。恋愛はどんどんしよう。力は刀と盾のついでなければならない。わしが言ったことを覚えているか？お前の力はただの刀だ。力というのは刀と盾のついでなきゃダメだ。確かに忍びの色恋は難しい。しかし人を愛する気持ちがきっとお前に刀と盾の意味を教えてくれるはずじゃ。ありがとね、じっちゃん。鈴木くんも頑張ってね。今日もポカポカしてていい天気。ごめんね、いきなりぶつかっちゃって。ううん、大丈夫です。あなたこそ怪我してないですか？私は全然平気です。それじゃ。なんか慌ただしい子だな。ん？500円しか入ってないけど。でもお金はお金、私の大事なお小遣いです。絶対に財布を取り返してみせる。
マイ忍びが任務開始。やったぞ。ありがとうございます。デカ父女じゃありません。私の名前はアスカです。それであなたは？私はホムラだ。ホムラちゃんって言うんですか。財布を取り返してもらったお礼をさせてください。結構だ。そんな遠慮しないでください。500円でなんかおごっちゃいますから。遠慮しておくよ。はあ、行っちゃった。ホムラちゃんか。財布を取り返した時の動きすごかったな。なんか格闘技でもやっているのかな。うん、私ももっと頑張らなくちゃ。